外出先でキャッシュカードや通帳を忘れた、そんな時でも自分の顔と手のひらがあればお金が引き出せる、そんな新しいサービスが出来上がりました。高知信用金庫が来月から始まる顔と手 ID 専用の端末で、顔と手のひらの静脈情報を読み取って事前に登録していたものと比べることで口座の持ち主かどうかを確かめられます。そのため通帳や印鑑がなくてもカードの暗証番号だけで預金の引き出しやローンの申し込みなど25の取引ができます。これで実際にお金が出てきて取引完了になります。顔と手のひらの静脈情報を組み合わせた生体認証システムは業界初ということで、およそ6億円かけて開発しました。新サービスの狙いは、南海トラフ地震などの災害時に通帳やカードを紛失してもお金を引き出せるようにすることです。通帳とかハンコがなくなって大変こう再発行手続きとかお取引の再開に時間がかかったということも聞きましたんで、普段から地震の備えと、それからもう一つは普段のお取引が便利になるということで、結構使いやすいシステムになったと思いますので、ぜひご活用いただいたら嬉しいと思っております。顔と手 ID は来月7日から高知信用金庫のすべての窓口と ATM でスタートします。